さあどうもフリッチです。今回もアスシンクリードシンジケートやっていきたいと思います。シーケンス4、不自然な選択。ジェイコブはスターリックの鎮静シロップの製造者を探し続け、蒸留所にたどり着くと。次は蒸留所かもしれん。あのおじいさんは偉人かな。面倒なことになるな。何かしらね、すごい白ひげなので偉人感がすごい。うわ、なんだこれ、難攻不落ではないか。一人死んだ。もう一人殺してやろうか。ダメだ。これ使い道あるね。タイミング的に今です。一人死んだ。おかしい、なぜバレている。あの中におじいさんまだいるんだね。上に来てくれるとすごい助かるね。降りるしかないか。あいつをナイフで。よし、もったいないな。1本でいければね。あと5人6人いるんで1人1本じゃ足りない。まずいな。とりあえず降りた方がいいんじゃないか。ただこれね、なんか特殊な条件ないんでバレないとかないので、ルークス呼んでもいいよね。からできるんだ。来い、登ってこい。もうちょっと呼ぼう。今日は記念日になるぞ。楽しい楽しい記念日だ。あいつをまず殺そうか。残り5人。あのさん殺そうか。今だ。まだバレちゃいない。ルークス集まったな。おい、何やっている。ここにいろ、近くにいろ。詰まるなよお前ら。あれ3人いるはずなんだけど、下にいるな1人。さあとりあえず強襲だ。銃を構えろ。バレる。降りてやるよお前ら。よし、分かっている。お前行かないの。二人行ったぞ。構え、撃て撃て。降りよう俺も。待機しろお前ら。とりあえず待っていろ。さあおじいさん。おじいさんいいの。とりあえずじゃあ行こうか。老齢の紳士を驚かすなど感心せんな若いの。紳士がこそこそ嗅ぎ回ってるとは思わなくて。嗅ぎ回る？言っておくがわしはしっかり見張れ。早く中へ。危ないところだった。本当に驚かせてくれたな。奴らの仲間かと思ったぞ。だが君がここに来た目的はどうやらわしと同じだな。そうなのか。何かあったぞ。これを見ろ若いの。何置いているものよ。どれ。これか。これはまた随分と大掛かりな装置だな。こっちか。そうでもないぜ。
チュラ、俗に悪魔の罠と呼ばれておる植物だ。こんなものをシロップに、それに薬物まで、なんと恐ろしい。全くもって吐き気がする。お前名前は？なんだ？こうするべきだろうな、そう思わんか？おい、バリルって決まった。おいおいおい、何これ、すごい色してるんだけど。逃げ道を探すぞ、急げ。他のバルブはどうする？どうすると思う？全員ガスで始末だと。何かあるのか、そういう手段が。この万能薬はどれぐらい売れてるんだろうな。おい、おじいさん、どういう作戦だ？ガスで殺す？バルブひねったら死ぬのか。上に行ってみよう。どんな感じ上？正面一人、右に一人だが、気づきは死んだろ。今口笛吹いたら何人にバレることか。無効化するのはこの部屋にある一個と奥の部屋かなにある一個。うん、動く気ないな。行ってこよう。とりあえずこっちから覗いてみようか。ガスで死ぬの？あ、全員な地点でも無理か。どんな感じなのかを知りたいんだけどね。後ろ早く。案外簡単だな。上もかやっぱり回るとは思った。二人しかいないだろう。二人じゃない。なんだあの数は。もう一個上だな。この階段か。これは簡単だね。なるほど、これで人が離れていくから倒さずにもいけるよ的なことなのかな。多分ロープでいけるはず。どこに飛べばいいんだ。階段がどっかにありそうなんだけど。そこだ、見えるか。あー、まずいまずいまずい。割れる。降りろ、ジェイコブ。あのバレが解ければいいんだろ。まずいよ。来たら終わる。まだなの？あの見張りこっちには来ないな。よし、おびっくり。あとは機械を破壊する。
まだあんのか。階段がね、多分こあったあったあった。あと4人だろ。肉弾戦でもいける。どうした？ジーコブ。あれを無効化すればいいんだ。赤が侵入してきたぞ。命が惜しけりゃ逃げろ。逃げ道発見。よし。よくやった。よくやったぞ、坊や。よろしく。わしはチャールズ・ダーウィンだ。ジェイコブ・フライダー、こちらこそ。大騒ぎを起こしとる間にこれを見つけたぞ。どうやら薬が作られるたびサンプルがランベス病院に送られるようじゃな。じゃあちょっと寄ってみるか。そう焦るな、フライ君。ランベスでは多くの人が働いておる。人目につくのは避けたかろう。ああ、楽しくやりたいんだ。何もかも派手に吹き飛ばして壊すばかりが脳ではない。時には思慮分別が道を開く。もう遅い。次は病院で落ち合って調査の続きをしようではないか。クリア。ガスよく分かんなかったな。じゃあではダーウィン先生、またご会いしよう。どこ行けばいいんだ？これ？これだな。順番がよくわかんないな。まあいいや。では今回はここまでにしたいと思います。